間でのときだから ね日焼けとかね、いやみんな焼けててびっくりした。みんな焼けてた、ね、焼けてた、ね、がすごい焼けてて、ね、かっこよかった。まあまあまあ、お疲れ様です。こんばんは。さあ、ここは誰のお家でしょう。お家。一人一人ね、分かれてるからね、部屋がね。そうそう、ま、なんと、ここは誰ん家でしょうか。じゃあ投票で4択で。全然ヒントない。ね、誰も分かんない。景色とかね。誰も分かんない。やばい、面白い。瞳だって。寝る時のさ、寝る時の体勢ってどうやって寝てる？あれ横向きだな。私も横かも。枕こうしないと無理。横で枕はするの？横で横で。抱き枕ないと。横。でも横派です。でリナ兄さんは？エリーはとりあえず一回仰向けで寝るんだけど、体勢が変わってるね、朝だと。そうだよね、寝返りするもんね。寝返り打っちゃう。今日車の中やばかったよね、リナちゃん。あ、やばかった。リナ兄さんの真似したんやで、ここに洋服かかってて。そうだね、そうだね。あれは頬ブレだった。面白かった。めっちゃ面白かった。あやさんとりなさん、あれどうやって頭をぶつかすの？頭をね、じゃあどんどん進出していくの。じゃあちゃんとね、半分こにあやはね、してるのよ。どんどん進出すぎてさ、もうどんどん縮こまって。すみませんすみません。りなりさんがさ、朝急に笑いになってさ、あ、そうだね、笑い止まんなくなってしたら、あやさんがさ、耳元でうるさいんだけど寝かせてみたいな。あ、なんか頭がこう向かい合わせだったのかな。頭向かい合わせになって、でそのここで笑ってたから、それはうるさいね。響きますよね、それは。めっちゃ面白かった。思い出しちゃって、じゃあなんかひーちゃんがなんか昔ひーちゃん、私本当にちょっとすごいと思ったのが、なんか30分間枕を撫でるっていう。違う、なんかぼーっとしてる時ありません？え、なんかぼーっとしてこうやってなんかやってる時考える、布団の上で。これ枕30分も撫でんだって飽きるだろ絶対。でもチョウさんは分かるって。そうこうやって。でもシワ伸びそうだね。アイロンになってない。意味がないんでしょ別に。意味なく、意味なく、目的もなくしに。ポーと。そう。変わってるよねやっぱり。そうなの。ふわってしてるね。それでさ、はって気づくの、あ、30分ぐらい枕なでてたって。気づいたら30分経ってたから、我にそれあれってこと。ぼーっとするとき何してます？ぼーっとするっていうのがなんかもぼーっとするとき、でもどっか一点見つめてるかも。考えるとか。ももちゃんはなんかありそう。考えるとか。あーみたいな。あー、ありそう。ぼーっとしてる時ってある？枝毛切ってる。あ、確かに犬やる。よくこれやってる。確かに歩いてる時よくやってるなと思う。歩いてる時歩いてる。なんか後ろから見て、あ、これあ、りなりさんだって。すごい。めっちゃね。なんか見つからなくて。あやさんなんだろう。いや何？あんまぼーっとしないかも。確かに。常になんかキビキビ。もう時間との勝負みたいな。確かに。ぼーっとするなら寝る。ああ、すぐ寝れます？割と寝れるかも。なんか来たよ。なんて？あれ何？違う。これ何？これ何？アイテム？関ヶ原初日お疲れ様でした。ありがとうございます。あ、頑張れが。ありがとうございます。今日ワンステージだったからね。なんかまだ物足りなくて。なんかね、なんか1回で終わっちゃったって感じがね。ねえ、本当に。あと明日だけだよ。明日本当ね、大事大事。ラインライブでもぜひ見てほしいな。なんかさ、初めて豊臣だよね。立てるじゃん。今までずっと戦国と、あともう一個なんだっけ、下克上。下克上か。
でね、トヨトミね、初だから、ラインライブでも見れるし、ステージも大きかったしね、見てほしいね。ラインライブ見たい、今日の。今日の見たい。なんか夕日がめっちゃ照らされてめっちゃ綺麗だった。え、見たい。そうなんだ。そうなんだ。って。そうなんだ。それは配信見た人しかわからないね。あれだね、今日は。あ、でもあんま名古屋満喫した感ないよね。でもなんか浜松のサービスエリアに行って、 あれめっちゃ美味しかった。みかん、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 みかんのソフトクリームめっちゃ美味しかった。ねえ、そうだね。本当に朝10時半にすっぴんでアイスクリームを食べるっていうみんなでね、元気ね、元気だったね。今日一日長かったもん。なんか朝からだから充実してた。まだ9時みたいな、そうだよね、みたいな感じだったね。明日もあっという間に終わっちゃうのかな、ね、あやちゃんが1日目に終わってもう終わっちゃうって2日しかないのにさ、1日目はさ、もう終わっちゃうとか言って、どういうことなんだろう、もう終わっちゃうよと思ってね。でもね、席があるもんし、それで終わっちゃうわけではなくてね、ドラゴンフェスがあるからね、ありますからね、2週間後の日でね。でも楽しみだ。もうすぐだよね。そう、2週間後なの。え、すごい、あっという間や。楽しみだね。確かに確かに。なんかね、そうだから席がある、今回来れなかったとかさ、行かないかった人も検討してほしいの、遠征の楽しさね。遠征マジ楽しい。なんか全然その対バンとの違う楽しさになるから、なんかまあちょっとね、いろいろかかると思うし、しんどくさいかもしれないんですけど、それ以上の思い出が、それ以上のなんか楽しさがあるよ。2年前あれだね、水鉄砲してるよね。やだー、持ってきたい。ドラゴンレース持ってきたい。え、持ってきたい。水浴びしたい。水浴びしたいね、できるなら。ステージからやりたいんだけどね、本当は。確かに曲がないね、水鉄砲ができる。ちょっとなんかあります、リバイバー、逆にリバイバーだよ、リバイバー。あやちゃんがセイって言ったらもうみんなで水かけ、あ、浴びる覚悟はあるか、セイリバイバーとかやりたい、そういうのやりたい。いいね、お水系はね、いいよね、夏しかできないからね。ホースとか巻きたいもんね。いいね、めちゃめちゃ巻き散らして。やっぱ暑いからさ、照り返しとかもすごいし、ミストとかよくあるだろうしね。本当、今日もさ、関ヶ原水遊びのあったよね、スペースだった。めっちゃ楽しそうだった。え、何してたのそこで。なんかちっちゃいプールみたいなかった。プールでなんか水浴び。でも結構バシャバシャの感じだった。そうなんだ、やばかった。うちらだって水かかったもんね。そうなんだ、結構荒れてたのに。水かかった。だってアイドルさんがなんか順番に来るんだよね、担当っていうか。楽しそうだったね。フェスならではですね。いわち小さいのを持ってきてほしい。あ、持ってんだ。持ってんだね。え、水鉄砲。え、物販がさ、外だからね。あ、外だからね。外ならね。じゃあ形だけこうやって。竜王は外だったらできるのかな。確かに竜王だ。竜王でやろう。それじゃあちょっと竜王でも持ってきてもらって。バズーカみたいなやりたい。でかいやつね。でかいやつやりたい。やりたいね。知らない人とかも見かけてたしね。楽しそう、本当。関ヶ原、明日も頑張ってね。頑張ります。2ステージか。ね。そうだ。花火も楽しかった。するような曲とかね。後悔しないよ、本当に。本当に。後悔しない。あやさんの家だと思いますって。おっ、正解言ってなかった。言ってなかった。クイズだけ出してね。ここは誰んち。社長の部屋、ひとみ、みなさんのおうち、ひーちゃんち、
りーちゃん、あやさんの家だと思います。りーちゃん、私一個もないの。ないかも、ないかも。ももちゃんちくんがない、感がないのか。ももちゃんちがこんなにシンプルだと思う。みんな同じだよね、景色。確かに、言ってね、言ってね、うん、一人ずつ部屋なんだよね。ね、そうなんだね。りーちゃん寂しいよね、友達。そう、そうなんだ、うん、一人で寝れない、一人で寝れない人。え、いつもじゃあたくさんの人たちそれはなんか語弊あの二段ベッドは実は何人もいる、何人もいる。でも疲れてるからさ、すぐ寝そうじゃない。確かに。でもどうなんだろうね、逆に環境変わるから寝れないのかな。私どこでも寝ちゃうかも、割と、ね、私もどこでも寝れる、寝ちゃうかも、全然寝れる、うん、車内でも寝れるそうだよね、うん、どうせ寝るのなんか一緒だ、一緒だ、うん、寝ましょう、寝ましょう、うん、いっぱい寝よう。遠征の夜にメンバー揃って配信っていいねって、うん、ありがとう、うん、そうでしょ、ね、いいね、うん、楽しい。なんかもう結構奥な感じになってるよね、うん、確かに、普通に会話してる普通いつも通りのなんか、ね、会話してるあれ15分経ってる、え、どうだろう、なんか発表されてないかな、発表やばいやばい。オンラインチェキ部屋のやつ、変な、なんか、撮ったポーズ、撮った、うん、やばいよね、やばい、何やば、何、なんか、撮ったんですか、結構やばいよね、なんか、なんか写真集、言っちゃってる、写真集だよね、言っちゃってる、やっちゃってる、やっちゃってる、え、やばい、うちらも結構やばいよね、うん、あの、これで、あの、タワラボス、そういうやつめっちゃ笑っちゃった。タワラありがとうございました。面白い。出た系。あ、その手があったか。ね、白は何だよね。結構男目線な感じ。見たいな。エロ、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 エロ。写真集、写真集だって感じ。見たい、見たい、見たい。写真集だね。ちょっとあやプロかもしれないね。あやちゃんが出演者のプロすぎるから、今度から考えてもらう。見せてもらおうとで。わしゅわしゅわしゅね。枕で。そうねわしゅ。花見さんが桜井白川って。何何。あの何、はい、花なんだこれ、何だ、ウーバーウーバーイーツじゃなくて、なんだっけ、ウーバールーパー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 だけ、ウーバーイーツ、ウーバーイーツ、ウーバールーパー全然ちゃうやんもしかして後ろ二人酒入ってるって私たちハワラとか言うから、ハワラか、ヤシラ君、え、結局コンビニなの、誰か、行きたい、行きたい、行ってないです、あ、行ってないんだ、行きたい、それみんなコンビニ行こうってなるかなと思ったからさ、あ、いや、これからお風呂入りますってないしさ、割れないよ、さっきさ、ひとみの部屋にいた時にさ、うん、あやさんから、あやはお風呂入りますってさ、LINE 来てさ、うん、で、なんか、なんだっけ、お風呂入るから出れませんみたいな、うん、あ、じゃあ行ってもいいんだねちょっと行ってみるとか出れないから、まだ確かに言ってないウーバーイーツ、あ、関ヶ原に馬車さん行ってた気が、はい、うん、関ヶ原に馬車さん、石橋さん、うん、行ってた気がするのだなって、会いますよね、ね、お会いしました、石橋さんにお会いしました、ね、でも残念ながらね、ライブね、うん、ちょうどね、見に行くって感じだったけど、まあ、ね、忙しいからね、石橋さんもタイミングが合わない、イベントに呼んでもらえるように頑張ろうね、あります、ね、ということで、じゃあね、15分寝よう寝よう。
コンビニ分かれていると石橋さんツイート。石橋さんはどこに住んでる、住んでるじゃないか、泊まってるのか分からんけど、ね、今日もう帰ったのかな。新幹線のツイートしてた。あ、そうなんだ、うん、石橋さんの競馬当てたからおごってもらえそう。10万。え、そうだったの。10万ぐらい当ててた。なんだ、じゃあルナリーたちも削り位置分かれたかったね。では、では、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみ、おやすみなさい。バイバイ。また明日。現場、現地で会える方は楽しみましょう。グッバイね。グッバイ。グッバイ。おやすみなさい。